こんにちは、コスケです。ついにエコフローのリバーシリーズが新しくなりました。2020年なのでもう2年以上前にこのリバーシリーズ発売されています。初代リバーシリーズ3種類のスペックは表示してある通りです。リバーミニなんかも後で発売されていましたが、ベースはこの3種類ですね。出力は基本どれも一緒で、本体とエクストラバッテリーをつないだ時の拡張できる容量違いの3種類となっています。なので基本的なスペックはそんなに違わないんですよね。僕いろんなポータブル電源使ってきましたが、一番長く2年以上今でも使っているのがリバーシリーズだったりします。何が良くて使っていたかというと、一つ目が急速充電機能があって、1時間半くらいで満充電できるということと、あとは AC 出力、これ600ワットまでなんですが、単純に加熱するくらいの家電製品であれば1200ワットまで X ブースト機能という機能がついていて使うことができます。これも結構便利でしたね。あとは軽くて持ち運びしやすいので、容量も出力も低くてもいい夏の車中泊とか、あとは最大出力が低いということもあって、消費電力の少ない家電製品、電気毛布とかですね、なんかを使う時にも効率がよく、冬も意外と活躍してくれます。こう出力の大きなポータブル電源でちょびっと電気を使うと効率悪いんですよね。容量の割に電池が減るのが早くなってしまいます。そんなこともあって、ちょっと使いには本当に活躍しています。そんな愛用しているリバーシリーズですが、ついに先日新たな新製品のリバー2シリーズが加わりました。それがこれでございます。これはリバー2 MAX ですね。これそんなに重くないんですが、これよりも少し小さいリバー2と、もう少し大きなリバー2 Pro、 それとこのリバー2 MAX の3種類あるみたいで、初代リバーシリーズのように容量をエクストラバッテリーで増やせる仕様ではなく、単純に出力と容量、そしてサイズ違いの3種類となっているようです。で、それぞれのスペックがこんな感じですね。スペックを見ても分かる通り、容量とかサイズ、あとは出力の大きさで3種類しっかり分かれたということと、あとは全て三元形だった電池がリン酸鉄リチウムイオン電池になりました。かなり寿命が延び、そして発火しにくいので安全性が高くなっています。これが今回のリバー2シリーズの一番大きな変更点でしょうかね。リバー2プロはまだ発売前でサンプルもないということだったので、今回はリバー2 MAX を借りていろいろとチェックとテストしていきましょう。ではまず見た目から見ていきましょう。見た目はよいしょ、こっちがリバー2で、こっちが初代のリバーマックスプラスなんですが、だいぶ変わりましたね。初代リバーシリーズのこの取っ手、とても持ちやすかったんですが、上に物を置くことができず、狭い車内だとサイズの割に場所を取るなと、上に物を置くことができないので場所を取るなと感じたこともありました。で、今回のリバー2 MAX は上が平らなんですよね。なのでこの上に、いろんなものを置くことができます。取っ手は後ろについてるんですよね。横から見ると分かりやすいんですが、取っ手がここについていて、片手で簡単に持ち上げることができます。軽いねこれで。 AC 出力のコンセントが前についているというのも変わったところですね。先代までは横についてたんですよ。それが前面に移動しています。 USB はどっちも前面についていて、一見同じに見えるんですが、 Type-C は実はこのリバー2から入出力対応になっています。入力もできるので、充電もできるっていうことですね。これはかなり大きな変更点ではないでしょうか。ただし USB Type-A は各 12W までの合計 24W までと、先代はプラス 28W の端子が1つついていたので、数は一緒なんですが、使える出力は減っているという感じでしょうかね。あとはこうして並べると分かりやすいと思いますが、ディスプレイがちょっと変わっています。基本的には同じデザインなんですが、
少しスマートにかっこよくなってますよね。リバー2の方が文字がちょっと細いのかな。ちょっとスタイリッシュになっているような気がいたします。スペックに関しては同じ MAX 同士だとこんな違いになっています。まあ、この手元にあるのはリバー MAX プラスなんですが、リバー MAX とリバー 2MAX の違いがこんな感じですね。容量が 10% ちょっと減り、重量は 20% くらい軽くなっています。リン酸鉄なのに軽く持ち運びしやすくなっているんですよね。ただ出力は定格 600W から 500W に、 X ブースト 1200W から 750W に少し落ちています。初代リバーシリーズはノーマルもマックスもプラスもプロも容量が違うだけで出力一緒だったんですが、今回は出力もそれぞれのサイズに合わせて若干変わっているという感じになっていますね。このリバー2マックスは車中泊やアウトドアで最低限使える出力を持ちつつ持ち運びしやすく、しかも長寿命なポータブル電源だと思います。リン酸鉄って基本同じ容量だと重くなるんですが、今回大幅に軽くなっているということもあって、エコフローのリン酸鉄は本当軽量で使いやすそうですよね。充電に関してはなんと1時間でフル充電できるということなのでテストしてみました。それではこのリバー2マックス実際に充電してみたいと思います。今の電池残量は見ての通り 0% ですね。完全に空の状態で AC や DC のオンオフボタンは使えなくなっています。で、どれぐらい時間かかるか時間も測ってみましょう。一応カタログ値だと60分で0から満充電になっておりました。充電は後ろですね。ここにプラグを差し込むと充電が開始されます。充電始まりましたね。では時間も計測していきましょう。充電時音はそれなりになってますが、寝室で充電しなければ大丈夫じゃないでしょうかね。隣の部屋とかだとそんなに気にならないんじゃないかなと。では満タンになるまで少し待ちましょうか。 580W ぐらいで充電してますね。今半分の30分ぐらい経過しましたが、現時点で 60% ですね。さあ今充電終わりましたね。 100% になりました。かかった時間は59分18秒と1時間かからず満充電ということになります。思ったよりも早かったですね。今回のリバー2マックス、充電はこの USB-C からも可能です。これ 100W で充電できるアダプターなんですが、自前のアダプターですね。これと 100W 対応のこの市販のケーブルを使って充電してみたいと思います。じゃあまずはで USB-C の端子に挿しましょう。これで充電されるはずです。あ、充電されてるね。100W 入出力可能なので、だいたい 100W ぐらいで充電されてますね。 62% からだいたい2時間ぐらいで充電完了するみたいです。これだと専用ケーブルが手元になくても、どこにでも売っている 100W 対応の USB-C ケーブルと充電器で充電が可能ですよね。結構この USB-C からの充電が可能になった点は大きな変更ポイントじゃないかなと思います。ちなみに USB-C と専用の充電ケーブルのダブル充電には対応してないです。 USB-C で充電するか後ろから専用ケーブルで充電するかのどっちかしか使えないということですね。このリバー2 MAX の充電、思った以上に早かったですね。カタログスペックの1時間かからず満充電できました。 USB-C から充電できるのも専用ケーブルがなくて何かと便利ではないでしょうか。結構コンパクトで軽いので気軽にデスクで使ったりということもできそうですよね。
それでは気になる出力の方もテストしてみました。 X ブーストも使ってみたので、その時の映像をご覧ください。それではこのリバーツマックス、出力のテストもしていこうと思います。結構コメントで電圧について、AC の出力電圧ですねについて質問をもらうことも多かったので、電圧を測る機械買ってみました。このリバーツマックスは見ての通りぴったり 100V でございます。ぴったり 100V ってすごいね。僕家のコンセントがよいしょ 102V なんだよねまあもちろん許容範囲内ではあるんですけど、ぴったり 100V というのもなかなかすごいんじゃないかなと思います。ポータブル電源は 100V とたまに 110V もあるんですが、エコフローの製品は見ての通り 100V となっています。今度からポータブル電源これで電圧測っていきましょうか。では出力のテストもしていこうと思います。このリバーツマックスですが、最大出力 500W まで使えて、 X ブーストをオンにすると 750W まで電圧を下げて使える機能がついています。とりあえず今回はオンにしておきましょうか。で、せっかく出力のテストするので、ちょっと見づらいかな、ワットチェッカーで実際に何ワット使っているのかも一緒に見ていきたいと思います。それでは電源入れていきましょうか。まずは 300W からです。実際の消費電力が 315W ぐらいで、表示されているのが 300W ですね。では1段階出力を上げます。400W 超えるとちょっとファンの音が大きくなりましたね。消費電力が 445W、 表示されているのが 430W になっています。で、もう一段階加熱すると、ワットチェッカーの消費電力が 480W ぐらい、表示されているのが470ちょっとぐらいになってますね。これ 500W 出力までなので、ここまでだと思います。次もう一段階上げると X ブーストがオンになるんじゃないでしょうか。 500W 超えましたね。ワットチェッカーは 515W、 表示されているのが 510W ぐらいでございます。ここからは X ブーストがオンになっていると思います。見ての通り電圧が少し下がって、出力を 500W に抑えるんですよね。で、 500W 以内の消費電力にするとだいたい 100V ぴったりになっております。 X ブーストは 750W までなんですが、750W 出力するわけではなく、超えた分電圧を抑えて 500W にして出力する機能ということになります。ちなみに電圧を下げるので、全ての家電製品で使えるわけではなく、僕の持っているこの IH もあまり電圧が下がると動かなくなって、見ての通り出力が安定しなくなります。ちなみにファンの音に関してですが、 AC 出力をオンにしても電気を使っていないと無音でございます。で、さっき 300W で使うと少し大きめの音が鳴りましたね。だいたい 300W 出力で耳障りじゃないぐらいのファンの音で、 400W 出力すると結構大きめのファンの音になります。ではもうちょっと少ない消費電力の時どうなるかというと、電気毛布試してみましょうか。電気毛布1枚 54W、 50W ちょっと出力している場合だと無音ですね。音は鳴っておりません。ファンは回らなくても大丈夫みたいですね。じゃあ電気毛布2枚目もいきましょうか。2枚の電気毛布合計 126W 使って、ファンの音は鳴ってませんね。電気毛布2枚ぐらいだと無音で動かすことができます。冬の車中泊で電気毛布を使って寝る場合は無音で使うことができそうですね。今 200W の電気ストーブを使っているんですが、200W 弱ですね。
200ワット弱でも無音でございます。静かだね。 X ブースト時は電圧を下げて出力を500ワットに抑えて750ワットまでの家電製品を使える機能ということもあって、電圧が下がっても動く単純な加熱機器は、基本動くと思います。でもちろんこれもエコフロー製品なので、アプリでも操作が可能になっています。このリバー2 MAX 専用アプリで操作することも可能です。現在のバッテリーの状態を、入力と出力とかね、現在の残量なんかを確認することができるのはもちろんですが、出力のスイッチもオンオフ可能です。今電源入りましたね。でオフも可能です。なかなかこのアプリが便利で、エコフローシリーズ安定して Bluetooth でもインターネット経由でもつなげることができるので、結構使い勝手はいいですね。でこれ実は充電スピードの変更も可能で、最大 660W で充電できるみたいです。僕ノアで車中泊するようになってから、このベッドキットの下にポータブル電源を置くことも多く、スマホで操作できるのはかなり助かってますね。とても楽でよく使っています。というわけでリバー2 MAX いろいろテストしてみました。なんといってもリン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命、高い安全性になったというのが魅力ではないでしょうか。エコフローはこれから発売されるポータブル電源、もしかすると全部リン酸鉄になるのかもしれませんね。今のところデルタ2もリン酸鉄ですし、採用がかなり広がっております。そして形状に関してもとても使いやすくなりました。でこのリバー2気になる点はないかというと、僕の場合は最低温度でしょうかね、最低使用温度がマイナス10度からとなっていて、ちょっと低い温度で使いにくくなっているかもしれませんね。まあとはいえマイナス20度の車中泊そんなに何度もしないので、その辺は北海道めちゃくちゃ寒い日に車中泊しない限りは、そんなに気にならないかなと思います。あとは容量が拡張できなくなったので、そこが初代リバーシリーズと比べて人によってはネックになる部分かもしれません。初代リバープロだとエクストラバッテリーをつないで1500ワットアワーくらいかな、かなり大容量にできたんですが、今回は拡張はできなくなっております。価格も現時点でこのリバー2 MAX 6万5000円くらいとそんなに高くないので、買いやすいポータブル電源ですよね。この製品何でもできるポータブル電源というわけではありませんが、ちょっと使いには軽くて持ち運びしやすいのでちょうどよく、最初の1台やサブポータブル電源としてもいいんじゃないかと思います。最初の1台にこれ買って足りなければ容量が大きいのをもう1台買ってこれをサブに回すとか、そんな使い方もできますよね。リン酸鉄なので寿命長く使えそうですし、保証期間も長いので長く使える製品になっているんじゃないかなと思います。今回このリバーマックスは借りているだけなので継続使用することはできないんですが、リバー2シリーズ全部発売されたらどれか1台今使っているこのリバーマックスプラスと入れ替える可能性はあります。リン酸鉄長寿命で安全性高いんですが、重くて大きいという弱点を持ってるんですよね。だけどエコフローのリン酸鉄は本当軽くてコンパクトなので、最低温度以外はほぼデメリットなしと、正直買い替えたくなるそんなポータブル電源になっておりました。というわけで今回の動画はこれで終了となります。また次回の動画をお楽しみに。